エンデバー号は18世紀のイギリスの小型帆船で正式名称は国王陛下の3小半戦エンデバー号。ジェームズ・クック会議による南太平洋への第1回体験航海の船として名高い。第2回と第3回航海の後継船はレゾリューション号。エンデバー号は元は商業用の石炭運搬船 r オブ・ペンブローク号で ノース・ヨークシャー州ウィットビーで1768年、初めに建造をされた。エンデバーゴは三小半戦で、積載量の大きな頑丈な造りであった。速度は遅かったが、平らな船底は、浅い海域を航行するにはうってつけで何より、石炭運搬業務にかなっており、イギリス北東沿岸を航行する他の小船と同様、石炭積み下ろしのために節岸しやすい構造だった。 全長32.3メートル、全幅8.9メートル、重量397トン。1768年2月、王立協会は、国王ジョージ三世に、南太平洋の探検を請願した。探検の名目は、近世の太陽面通過の観測であったが、真の目的は、クックに、海軍省の追加命令により伝達された。すなわち、南方大陸を求めて、 南太平洋を探索することであった。王立協会の請願は承認され、新造船が海軍省によって2307ポンドで購入され、王立協会の探検に充てられた。探検公開にかなうように、1768年に、テムズ川下半のデプトフォードで、船体の防水や第三岸板の増築など大規模な改造を施された。 海軍では三小半戦として登録され、海軍にすでに在籍していたスループ戦の別のエンデバー号と名称を区別するために三小半戦エンデバー号と通称された。エンデバー号は第一回航海で94人の乗員を乗せた。当初、王立協会のアレクサンダー・ダリンプルが航海の司令官として推薦されたが、ダリンプルは海軍の乗組員を統制するために 艦長の任命を受けることを求めた。しかし、海軍大臣、エドワード・ホークはこれを拒絶し、国王陛下の船を、ただの一隻でも、海軍以外の者のに委ねる命令に署名するくらいなら、自分の右手を切り落とす、と言い出すほどであった。その少し前に、似たような任命を行ったが、乗組員が従わずに失敗した事件が、ホークの念頭にはあったものと思われる。 ニューファンドランド島とラブラドールにおける測量で業績を上げたジェームズ・クックをフィリップ・ステファンスが推薦したことによって行き詰まりは打開された。海軍省は推薦を受け入れ1768年5月25日にクックを海議に昇進させた。ダリンプルはこの決定に憤慨した。主要な上院にはイギリスの博物学者ジョゼフ・バンクス、フィンランドのヘルマン・スペーリング、 スウェーデンのダニエル・ソランダー、天体観測の責任者であった、イギリスの天文学者、チャールズ・グリーンらが挙げられる。エンデバー号は1768年8月8日、プリマスを出港し、マデーラ諸島を経て、アフリカ西岸に沿って進み、大西洋を横断して、南アメリカに向かい、1768年11月3日に、リオデジャネイロに到着した。続いて、 ホーン岬を回って、南太平洋に入り、タヒチ島へ赴き、近世の太陽面通過観測のために3ヶ月同地に停泊した。表向きの指令は完遂され、エンデバーゴは南半球を航行する秘密任務に引き続いて従事した。エンデバーゴは、タヒチからニュージーランドへ向かい、マオリからの妨害にさらされながらも、同地の海岸線の測量を6ヶ月行った。 ニュージーランドからオーストラリアの沿岸へ西に航行し、1770年4月19日にオーストラリア大陸を発見した。4月29日現在カーネルとして知られる地点で、クックと一行はオーストラリア大陸に最初の上陸を行った。当初クックはこの入江に多くの栄誉が見られたので、入江を赤い湾と命名したのだが、後に植物学者湾と改められ、 最終的には植物学者のジョゼフ・バンクス、ダニエル・ソランダー、ヘルマン・スペーリングによって採集された多くの固有種に、ちなんでボタニーワンと呼ばれるようになった。次の4ヶ月間クックはオーストラリア・エンガムを測量したが、エンデバーゴがグレートバリアリーフに座礁してしまった。1770年6月10日の夜11時前、エンデバーゴは、 グレートバリアリーフ内の今日エンデバー賞と称されるサンゴに衝突した。エンデバー号が衝突した場所は海底から急峻に立ち上がっており、衝突箇所から海底までは36メートルあることが重りによる観測によって明らかになった。直ちに穂が下ろされ、怒りを下ろして船をショーから引き離そうとしたが、うまくいかなかった。すでに満潮に差し掛けかかり、 船を浮上させるには船を軽くするしか策がなかったので、鉄と石のバラスト、傷んだ船舶用品、砲が投棄され、飲料水も組み出された。乗員の一人であった植物画家のシドニー・パー・キンソンの記録によると、砲は、ただで投棄されたのではなく、後で回収しようと不評を装着されたが、回収はできなかった。クックの見積もりによれば40から50トン軽くなり、 翌朝の満潮時に船を章から引き離すために、さらなる努力が傾けられたが、やはり失敗した。午後に大型の船首怒りをロングボートによって船から積み出し、合計5つの怒りに船を引っ掛けて、夕方の揚げ潮時に再度挑戦する用意が整えられた。船内には章による破損部から浸水が始まり、浸水部分は船が 小から離れると直ちに広がるであろうことは明らかだったが、クックは危険を犯すことを決断した。午後10時20分頃に船は波によって動かされ、ついに小から離れた。抜けなくなった小型の怒りを除いて、怒りは回収された。船の傷は小から離れたために大きくなり、3機のポンプで浸水が、汲み出された。戦争に浸水した海水の水位を計測中に、 係りが交代したところ、変わった水夫が船倉の底行ったからの水位を計測したため急激に18インチも水位が上昇したという知らせに、船内に強行の波が広がった。しかし水夫が過ちに気づいたため、安堵の思いが励みになって、水を汲み出す仕事も勢いを盛り返し、水位は加工し始めた。もし船が沈んでいたら、ひどいことになっただろうと思われる。 記録に残っている船員らの控えめな証言のせいで、その危険は過小評価されているが、ジョゼフ・バンクスの航海詞からだけ、当時の切迫した状況が読み取れる。エンデバー号は騎士から何マイルも離れていたし、ボートは乗員すべてを乗せることはできなかったから、間違いなく多数が溺れたろう。そしてボートに乗り込めた者たちも、丸腰で食料もなく、見知らぬ土地に打ち捨てられたであろう。 このような状況下では船員たちは略奪をはじめ命令に従わなくなるという彼が聞いていた噂話とはまるで違った乗組員らの冷静で有能な働きをバンクスは特筆している。主管候補生のジョナサン・マンクハウスは船にホーザリングを施すことを提案しこの作業を指揮した。彼はホーザリングで助かった商船に乗り込んでいた経験があったのだ。 巻き皮と羊毛を古い骨布に塗り付けてから、骨布を船の下に引き込み水圧で、骨布が傷を塞ぐようにするのである。これは、思いもかけないほど、うまく運び、間もなく、ポンプを止めてもよいくらいにごくわずかの浸水しかしなく、なった。一行は、船の修理をするための港を求めて北へ進み、後に、クックがエンデバー川と命名した川に6月13日の、 午後にたどり着いた。強風のため船は6月17日までさすぎ、近づけなかった。この場所で一行はエンデバー号を陸に上げ船倉を修理した。大人の拳台のサンゴの欠片が船倉の底板をすっぱり切り裂き、壊れてぴったりはまっていた。もしサンゴがこのように幸いに穴を塞いでいなかったら船は沈没を免れなかったかもしれない。 修繕と風待ちでさらに遅れて一行が再び出発できたのは8月3日だった。船は完全に陸に上げられていたので、船底最下部の検査はほんのわずかしかできなかったのだが、おそらく高校には支障ないように思われた。後に一行がバタビアに到着した際、船底の板の何枚かはわずか3ミリメートルほどで、つながっているに過ぎないほど破損していたことがわかり、 船底を見た者は我々はどうやって船を浮かべていたのかと皆驚いたとクックは述べている。エンデバー号はいくつかの港に寄港した後、1771年7月11日に帰還した。クックのエンデバー号の第一回航海は地理学だけでなく、創船術と航海術の発展に多くの知識をもたらした歴史的快挙であった。 この航海でクックは航海中の経度を正確に計算した歴史上最初の船長となった。クックはクロノメーターと1760年代に発展した複雑な計算式を用いて経度を計算していた。1772年にクックは正式に海艦長に承認し、レゾルーション号を率いてさらに二度の航海を行い南極から北極まで航行し、さらに ポストキャプテンに昇進、最後に千1 7 7九年ハワイ諸島への帰路、彼らとハワイ先住民との間の互いの文化に対する互いの誤解によって四人の部下と共に落命した。公開中の解決病を防ぐことにクックは大きな業績を残した。柑橘類が有効であることはその以前から知られていたのだが、柑橘類は常に入手できず解決病の原因は よくわかっていなかったので、長期間の航海における極めて危険な病気であった。主に、デビッド・マクブライド医師の意見によって、海軍省の傷病委員会はクックに、後悔血病薬と信じられていた多くの食料を、支給した。それらには、爆汁濃縮オレンジジュース、ザワークラウトなどが含まれていた。爆汁にはほとんどビタミン C が含まれないので効果が、 ないことは現在は明らかで、濃縮ジュースは加熱によって、ほとんどのビタミン C が破壊されていた。ザワークラウトはビタミン C の有効な供給源であり、船内の食料として新しく導入されたものであった。当時の船員は新しいものに抵抗することで知られており、はじめは誰もザワークラウトを食べるものはなかった。クックは一景を暗示、ザワークラウトを自分と士官にだけ供させ、 処望する船員には少しだけ残すというようにした。上官がザワークラウトを賞味しているのを見ると一週間も、市内で船員だからの要求が盛り上がり、ザワークラウトを皆に出さざるを得なくなった。クックの解決病に対する対応は、基本的には経験的なもので状況が許す限り多くの種類の食品を船内に持ち込むことを奨励し、上陸の際には、 食用可能な植物を採集した。クックは分配可能なものはすべて平等に分けさせたので、全乗員は同じものを食べた。解決病は、船内で2件発生し、天文学者のチャールズ・グリーンとタヒチ人のトゥパヤが治療を受けたのだが、バタビアに到着した際に、病に苦しむ多くの乗員を乗せてこの港に到着する他の船とは異なり、病人リストに、ただの一人も、 なしとクックは誇らしく記録することができた。ところで、このエンデバーによる第1回公開では、解決病による死者はなかったものの、出港時の乗員94名中36名が、その他の病気や事故で気候までに落命している。1773年海軍省は、エンデバー号を商船に改装し1775年に615ポンドで売却した。 その後のエンデバー号についてはよくわからない点が多い。ある説によれば、1790年にフランスに売却され、1794年にニューポートのロード島近くで座礁した。別の説では、エンデバー号は1825年にウリッチ近郊のテムズ川に廃線として経流された。あるいは、1775年に、 石炭運搬業に復帰し1790年にロード島で座礁した。どの説にも確たる証拠はない。2006年5月16日のロイター電は、ロード島の湾号にエンデバー号の残骸らしきものがあるらしいことを伝えた。ロード島海洋航空学プロジェクトによると、この船は1778年に沈んでおり、沈没当時にはロードサンドウィッチ号という名だったとされている。 1886年、クックタウンの労働者進歩協会がエンデバー賞でエンデバーゴが座礁した際に登記した方を記念碑として引き上げたいと発表した。協会は300ポンドの懸賞金を拠出したが、その年と翌年の調査では何も見つからなかった。1966年、1967年、1968年にさらに行われた調査も、 成果を上げなかった。1969年にフィラデルフィア自然科学研究所によって設計された高感度の磁力計を用いた調査によって、遺棄された方、鉄製のバラストが章の近くで発見された。座礁地点が特定されたことによって、怒りの探索範囲も狭まった。公開日誌をつけていた中で7名が、怒りは西へ闘病したとしていたため、 クックの公開記録と日誌では、南と記されていたにもかかわらず、それはおそらく孤独でクックも、西と記述しているのであろうと調査隊は判断した。そこで、西側が何度も探索されたが反応がなく、調査範囲の外で向きを変えた際に偶然に磁力系に反応が検知され、怒りが発見されたが、そこは、クックの記した通り南側であった。 オーストラリア国立海洋博物館によって法は保存され展示されている。怒りと法の一部はクックタウンのジェームス・クック歴史博物館にも展示されている。これらの遺品はオーストラリア国立博物館から領館に長期貸し出されている。復元されたエンデバー号1988年1月、オーストラリア入植200年記念祭を記念するために、 西オーストラリアのフリーマントルでエンデバーゴの復元事業が開始された。財政的な問題のために完成は1994年4月にずれ込んだ。復元されたエンデバーゴは世界旅行に出版し多くの港に寄港した。長い航海を終えた後、現在はシドニーのオーストラリア国立海洋博物館の側に繋がれている。動線は ウィトビー2997年に初めて寄稿した。ありがとうございます。